全国的に見ても福井県って ER 型の救急っていうのをやってるので、あの初期臨床研修の時にあの将来自分がなる専門家以外のところの救急ですね、医者 の, あの最低限 の, この素養っていうものをしっかりトレーニングする下地があるっていうのがうちの県のいいところですよね。地域が狭いせいなのか、もしくは初期臨床指定病院の数が7個なので、みんなで情報交換しながら一堂に集まって、ね、それで勉強したりとかっていうことができるのがやっぱり福井県ならではかなっていうふうには思います。一番大事なのは初期臨床研修制度っていうのは自分のための研修じゃないんですよね。将来自分が見る専門外の患者さんのための研修なんですよ。ということは自分のために使うな、患者さんのためにこの2年間を一生懸命捧げるんだって。患者さんから学ばせていただいているっていうのはその謙虚さとその感謝っていうのが大事かなと。福井県はもう正直コミュニティが全てが小さいの で, 本当にきめ細やかにできるところが非常に大きいかなと思います。医学ってもう5年10年でどんどん変わっていくので、初期研修で大事なのは姿勢、常にこう勉強していく姿勢っていうのが我々に求められている姿勢だと思いますから、病気を見ずして病人を見ようって、要するに人としてその人の思いであったり感情であったり心配事であったり、そういうのを持った人であるっていうのを全部ひっくるめて見れるような医者になってほしいなと思いますね。